ターのままなんですよね、でも一番最初からもガードの動きでたまたま身長が87くらいまで伸びてるところなんで、ジャニー来ましたね。高橋のディープスリー、リバウンド、マカルー、セカンドチャンス、バスケット、いいですね。しましたが、ここまで思い切りよくらしさをそれぞれ出せているのは渋谷の方でしょうか。いや今もう途切れないですね。田渡りついていく、ダブルチーム、ダブルチームスティール、そしてすでに走っている田渡り、おこれは下崎に、下崎のダンク、熊谷のディフェンス、高橋残り3秒、ハレルソンのスリーだ、そうですね、これは大きな得点が入りました渋谷です。このまま藤井が行く、預けて増田、戻りも早いですね、渋谷ね、増田オープンだ、前田のスリー、佐竹の跳躍力ももう半端ないですね。いやー能力尋常、前田のスリー、前田2本目、これもスイッシュ。いや中原さん、この両チームのディフェンスの強度は本当見応えありますね。いやここまでもトラップ、しかしかいくぐってヒース、ワイドオープン、前田のコーナースリー、来ました3本目、3本目ですよね、これはさすがに逃しません、はい、前田悟、ハレルソンオープンでのスリー、リバウンド関野、ナイス、ここはナイスハッスルを見せました。そしてベンドラメ、ワイドオープンからスリー、2本目、残り3分前半です。ベンドラメとヒース、ミスマッチ、ベンドラメ、ここもリングアタック、いいアタックですね。まあ、ヒットを出され粘れるところで一気に気を抜くとすぐにズルズルやられてしまう、まあ、そんなところ、まあ、自分たちの力、現在地を確認できたと言っています。ベンドラメのロングスリー、渋谷のオフェンスあまりスムースなものにさせませんでした川崎。さあ篠山、篠山のドライブ、篠山ドライブから先ほどはフリースロー獲得、関野オープンでハリルソンのスリー、いいですね。ジャニングのスリー、リバウンドマカドゥ、マカドゥヒースに寄せられながら持っていってマカドゥレイアップ、コースとコーストで持ち込みましたマカドゥです。エルボージャンパー自身今日最初の得点です、藤井優馬。さあ今度は渡辺のボールハンドリング、渡辺のリングアタック、スタートはの5人、セカンドユニットの川崎、ハリルソン強いですね。渋谷はオフェンスリバウンドリーグトップ、ディフェンスリバウンドリーグワーストというちょっと極端な傾向はあるんですが、このディフェンスリバウンドのところ日本人プレーヤー今日は奮起を見せています。はい、スクープショット気味、最後のオフェンスしっかりとスリーポイントを決め切って川崎、残り4秒、そしてここも最後まで行きます。ここで試合終了のブザー、サンロッカー渋谷2022年のホーム初戦。